週月曜日のブリッジスポーツ。今日まずはサッカー J3 ギラバンツ北九州からです。リーグ戦も折り返し後半戦に入りました。一昨日のアウェーで対戦した相手は前節6得点で大勝した、FC 東京アンダー23でした。前半戦を8位で折り返したギラバンツ、勝って J2 昇格に望みをつなげたいところです。前半から積極的にペナルティーエリアに切り込みます。続く8分のコーナーキック、こぼれ球に花井、狙い通りに準備できたと先制します。守備もしっかりと対応しました。加藤が体を入れてチャンスを作らせません。いい流れで迎えた後半にアクシデント、加藤が主審と接触し脳震盪で退場。ギラバンツは守りの中心を欠きます。それでも気持ちを切らしません。ここはキーパー山西、さらに途中出場の石島、全員で守ります。すると後半43分、守備を引きつけた花井、最後は池本、苦しい時間帯に追加点を奪います。試合終了間際、相手に1点を返されますが逃げ切ったギラバンツ。後半戦初戦で貴重な勝ち点3です。早い時間帯と終わりの時間帯に点を取れたんですけど、まあ中身についてはまだまだ改善しなきゃいけないところあると思いますけども、ただ今うちやっぱ北九州が一番欲しいのは勝ち点3なんで、まあ、そういった意味では、勝ち切れたというところでは良、かったなと思っています。攻撃守備のところはやっぱり1つや2つでもレベルを上げていかなきゃいけないなと思います。では順位表を確認します。これでギラバンツは8勝6敗3引き分け、勝ち点は27です。順位を1つ上げました、7位となりました。そして J3 これから3週間の中断期間を挟みます。ギラバンツの次の試合は来月19日の土曜日、ホームで藤枝舞 FC と対戦します。 J2 の時にはなかったこの中断期間ですが、ここでどうチームを強化できるかが今後の戦いを左右します。チームを見直すチャンスと捉えて頑張ってほしいところです。ここまでサッカーでした。